お疲れ様でございます。急増と申します。朝はいつも6時台に起床します。スマホがいつも見つかりません。結構勝手に目が覚めてくれますので、目覚まし時計は30年間ぐらい使っていないです。いつもこの場所で動画を撮影することが多いです。朝起きてから最初に向かう場所はトイレです。結構僕はぼーっと考える時間が好きだったりします。次は洗面所に向かいます。朝は口の中が気持ち悪いので、うがいからスタートします。合わせて洗顔をするのが僕のルーティンです。顔を洗うときは大体がぬるま湯を使用しています。今日はアイスコーヒーを飲みたいと思います。1本100円程度の安いアイスコーヒーを飲んでおりますが、大満足です。コーヒーが薄くなっちゃうので、氷は入れない派です。電車の座席もそうなのですが、端っこがとにかく大好きです。いろいろな情報を一通り目にします。着る服は夜中に洗濯乾燥したものをそのまま着るようにしています。今日の服はこれでいくようです。髪のセットがめんどくさい場合は決まって帽子です。野菜ジュースを手に取り、2階に向かいます。今日は野菜ジュースを飲みながらテーブル筐体で遊んでいきたいと思います。スト2で遊んでいます。使うキャラクターは大体決まって、剣か竜が多いです。今日はあっさり負けてしまったようです。ここから約3時間使いまして、パソコン作業です。 YouTube のコメントを返したり、 Twitter を見たり、動画編集をしたり、また他の仕事をしたりです。空いた時間でサクッとファミコンすることがあります。今日はピンボールです。
任天堂の初期ファミコン作品はサクッと遊べるので隙間時間には本当におすすめです。ピンボールはかれこれ30年以上遊んでいるんですが全く上手くなりません。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。